今すぐこいつらは始動だ。じゃああとはよろしく。マキマさん、俺は得意家でデビルハンターをやってる。先生と呼ばれると気持ちよくなれるから先生と呼んでくれ。好きなのは酒と女と悪魔を殺すことだ。ああ、お前たちの筋肉と骨の仕組みは俺たちと同じだ。首の骨を折れば動けなくなる。人間様と違うのは血の匂いじゃ。血を飲めば復活するとこだな。あっちくしょう。何しやがるてめえ。マキメにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。お前の心臓がなぜか知らんが銃の悪魔に狙われている。なのにお前が簡単にやられる雑魚だから困ってんだろうな。なんでさっきわしらを締めた。俺は人間を鍛えたことはあるが、お前たちみたいな悪魔は一度もない。酔った俺はどうしようかと考えた。そしてアルコールにやられた脳でついにひらめいた。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになるまで俺はお前たちを狩り続ける。こいつ頭が終わっておる。もうじゃあ再会だ。酔ったジジイでも殺しちまったら逮捕だぜ。デンジ。男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。とっさに人の頭をぶん殴れる脳みそを持っていて、二人に人権はない。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。だから壊れないおもちゃが欲しかったんだ。俺がお前たちを最高に生かした奴らにしてやるよ。あいつらの家は確か。この血の匂いは来たな、アルチュージジー。俺たちの日常を壊すやつは死だ。超インテリ作戦開始じゃ。忍武器か。頭狙ってきやがった。待ち伏せしやがって。今度は俺が狩られる側ってわけだな。今までで一番良かったぞ。
追い詰められた獲物は頭を使うもんだな。もっと頭を使え。今回の敗因は二つ。パワーは今の戦い方だと血を使いすぎて本体が貧血になることと、デンジが俺の攻撃を予測できなかったところだ。今回は良かったからもう終わりだ。俺は飲みに行く。パワーか。もう終わりだって。ラッキーじゃん。